はようございます。投資家リバティです。てんてけてん、私は長いこと無職なので、もはやこの時間18時に起きても何の違和感も罪悪感もないわけです。最近は1日に10時間以上は寝てる気がします。鬼太郎の作者も実践してますが、寝不足は命を削る行為なわけです。私のような老い先短い投資家にとって何よりも必要なのは投資の知識でも資金でもなく、健康に過ごすことができるからだと精神なんだよと、そういうことです。てんてけてん、私は常々相場の身も蓋もない事実を言ってしまいますが、金よりも時間が強力なのはこれまた事実の一つで、1000万円持っている40から50代などより30万円くらいしか持ってない若者の方が市場においては有利な立場にいるわけです。若ければ若いほど指数関数的に有利になっていきます。極端な話、赤ん坊なんかは全部投資の神様ウォーレン・バフェットよりも有利な立場にいるんだよと、そういうことを言っとるわけです。てんてけてん、では時間がある若者がなぜ往々にして負けるのかということですが、日本なんかは金融リテラシーが私に言わせたら低いわけで、投資ではなく投機をしてしまうので負けてしまうわけです。今は学校でも資産運用の授業をしているとは思いますが、金融リテラシーが低い人間が教壇に立っているので、まあ日本の金融リテラシーが上がることもそうそうないのでしょう。私のような身も蓋もない投資の会おいう存在はまれで、そういう存在は一般ピーポーには理解のできないマイノリティに移るわけです。仲良しごっこが大好きな日本人大衆はダイバーシティだなんだとビジレークを並べつつもマイノリティを敬遠しがちです。なので相場にはいつでも私の財布かのように負け続けてくれる人が居続けてくれるわけです。てんてけてん、植物の循環サイクルみたいなのがあって、ミミズがうんこして土に栄養が出て作物が育って、てんてけてんみたいな循環サイクルがありますが、相場で負けてくれる人がいるから、私のような賢明な投資家はずっと無職で好きなようにやっていけてるわけです。私は多くの人の金融リテラシーを上げて、みんなでハッピーになったら面白いとも思ってますが、極端な話、全員が負けない投資家にはなれないわけです。株は FX などと違ってゼロサムゲームではないとされていますが、まあババ抜きゲームではあるわけです。誰かが損してくれないと、私たちは不労でおまんまを食べることは叶いません。世の中には循環サイクルがあるわけです。てんてけてん、さて本日は時間の指数関数的な優位性について、いつものように回りくどく説明させていただきました。こういうことはボケ老人のように何度も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 言わないと一般ピーポーは気付きもしないことなんで、まあ私も同じようなことは今後も何度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 も言っていくわけです。今投資で稼ぐことのできない数人が覚醒してくれたらそれで良いんでないでしょうか。あの時言ってたことはこういうことだったんだという霧が晴れる瞬間は何でもそうですが、やり続けてたら何度も訪れるわけです。達人ほど自分の無知をし謙虚になったりするのするわけです。凡人は天狗になり破滅するわけです。結局何を言っとるのかというと、睡眠時間はしっかりとって寿命を伸ばして相場で尻尾まで稼いでいきたいねと、そういうことを言っとるわけです。相場は睡眠健康と相性がよく、親和性が高いため寝てても稼げます。むしろ寝てる方が稼げる側面もあります。まあ相変わらず私の言っとることは何言ってだこいつみたいな感じですね。笑い、まあこんなもんですよ。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。日々の雑談や独り言などつらつら公開したりしてます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。